때려. 5번 가라. 5번 가라. 맞지? 아, 왔대. 고! 아와야 세가 살. 兄弟は健康家族がヤフージャパンに勝利。これで GO チームは言い抜け、ワイルドカード行きですね。さあ、出揃ってきてます。ライオン、ご立てかな。さあ、最速陣運動はライオンの子がゴタテでアグレ同盟をゲット。さあ、最速陣運動はワイルドカード入りですね。さあ、試合はアーミガード追い込まれてます。スダンドマッチ編がマッチポイント。さあ、コンボが決まって死んだー。代表者戦です。じゃあ代表者決めてください。さあ、誰を代表者にするか非常に悩みどころ。ハッピーが行くのか。誰だ。山岸さんに代表者を伝えてください。各チーム代表者を山岸さんに伝えてください。アーミーガールズしのこプロダクション津田沼事変代表者戦です。はい、インバベアエントリーがまだなのでエントリーをお願いします。インバベアだけです。あと中盤ツチノコプロダクション代表者戦ですよ。山岸さんに伝えてください、代表者を。さあ、最初は、津田沼事変 VS ツチノコプロダクションになります。5番兄弟終わりましたか。さあ、ガチンコ合気道は2位抜けですね。ワイルドカード行きです。あれから金曜から金曜どんどん。さあ、代表者決まりましたか、山岸さん。 OK ですか。カズ君、カズ、シャーク。はい、じゃあ代表者発表します。津田沼事変、ケイアオイさん、パチャ。ツチノコプロダクション、カズ君。アーミーガールズ、シャーク、シャークハンター。まずは津田沼事変とツチノコプロダクションの試合です。
ケアオイさんとカズくんで試合をしてください。じゃんけん、じゃんけんしてください。はい、コンパネカステージです。あ、じゃあせっかくなんで一番兄弟でお願いします。一番兄弟でお願いします。抽選に入りますので、中盤チームは準備しておいてください。エントリーは済ませておいてくださいね。さあ、ケイアオイさん VS カズくん。さあ、代表者戦には強い男、ケイアオイさん。ベアリステージですね。おったもん。さあ、壁コンが入る。トヤ。トヤ。さあ、コンボが入って、まずはカズくんが1本。さあ、ステージはパチャが選びましたが、影は壁コンボ十分強力です。リングアウトがないだけで壁コンボ十分強い。さあ、引き違いから壁コンが入る。さあ、こちらも強力。さらに入って1本取り返す。追い込まれるパチャ。壁コンが入る。さあ減る。おっと、しかし出し切り。さあ先にリーチを取ったのはカズくん。さあ影にはガードブーシもある。さあまた出し切り。しかし壁コンボミスか。これは壊れたか。あー、しかし 3-1 でカズくんの勝利。さあ続いてカズくん VS シャーカンターお願いします。ナックアウトトライアルスペシャル。さあ次はカズくんバーサスシャーカンター。じゃんけんしました。じゃんけんした。じゃんけんしてください。息を呼んで座る前にじゃんけんしてください。しかも怪物が、怪物がじゃんけん。Thank you.
じゃんけんはカズくんが勝ってステージを選んだがランダムを選択ということでなんとランダムを選択いろいろ新しい違う、アーミーガールズとアーミーガールズと違う、ひよこさあ、ベネサチーム盛り上がっております。ランダムの引きがいいさあ、乗るか乗るか、シャークベネサにかかっているアーミーガールズです。さあ、声が出てきた津田沼ジュネも一緒になって応援さあ、キャッチからあ決まっていくハイキック決まっておっとコンボはいいナイスコンボですねいただくトヤしかし足首が確定をしっかりさあシャークの勢いがあるぞ勢いがあるシャークメネスターさあそしたらラセンキュンここで猪木さあ、剣用お、壁が絡んでさあ、さらに高くなるキャッチから投げが決まるシャークメネスタ 3-0 ストレートさあ、これでまたパチャとシャークパチャが勝つと2周目ですかそう、ワイキモーさあ、じゃんけんはどっちが勝ちましたか勝った?ステージさあ、ステージ選択権はシャークということですさあ、ステージはローヘンスさあ、ドーンというコメントリアクションが取りづらいコメントシャークメネスターさあ、飛んできたさあ、アーミーガールズ声が出ているナギは抜けているさあ、ケオイが側面からさあ、首折りさあ、煽っていくさあ、ヒットバックにしっかりさあ、ナイスコンボさあさあ、ケイオイさん一本取り返しさあ、どうなるさあ、キャッチ投げが通るさあ、空中コンボを決めてさあ、確定さあ、B パックからの投げキレが入ってさあ、どういうことかあっと強引に行ったところ、かられたさあ、シャーカリーチシャーカ勝てば1位抜けそこで投げ回るおっと、シャイアズメカウンターどういうことだこれ暴れていったシャークさあ、投げ通る抜けられないシャークおっと、投げが死んだ
パーチャーが勝ったら2周目。パーチャー攻める勢いが K 青い。おっと相手返る。おーっとコンボが入って、おっとミスった。あーしかしシャワーク、メレッサアーミーガールズ1位抜け。2位がツチノコプロダクションになります。これで、予選前半全部終わりましたので、はい、中盤の抽選に参っていきます。あ、先に1位抜け抽選やります。前半チームの1位抜け抽選、7ブロックまでの1位のチームのうち1チームだけ無条件で一発決勝トーナメントになります。7分の1、抽選は山岸さんです。これはグラミッコなしを選ぶなら山岸さんに。ちょっと待ってくださいね、今。はい、 OK です。はい、決勝トーナメント一発抜けは何ブロック？ 1 ブロック。ファミレスの中心で 3P を叫ぶ2014、まさかの決勝トーナメントです。残りがプレーオフ行きです。さあブレンドチーム、ファミレス1位で取っておいてよかった。ここは合気道が2位抜けですからね。あらら、あ、ご飯行っちゃった。はい、じゃあそのまま2位の、あ、2位じゃないですね、中盤の抽選に行きたいと思います。マンゴー振ってない、マンゴー振ってない、大丈夫、さあ優勝候補だと思うぐらいだと思います。もうそのぐらいいます。時間たっぷりだから1回目でいいよ。確かに。あの前半中盤も全部あの初めての人が多いから、はいはいはい、大チャンスですね。はい、中盤の抽選入りますけども、4チームブロックが1つ、14ブロックですね、あります。全8台進行でいきますので、4チームブロックの場合は2筐体を使いますので、あらかじめご理解ください。はい、今回も、この8ブロックから14ブロックの1位抜けのチームは、プレーオフになるんですけども、先ほど今前半の抽選でも行いました、中盤が終わった後ですね、1位の1チームだけ決勝トーナメント直で、行けるチケットが手に入ります。山岸さん抽選によります。なので、まあ地獄のプレーオフ、その後ワイルドカードというのもありますけども、2位抜けはワイルドカード直行と、3位以下はさようなら、そんな抽選になっています。はい、じゃあいいですかね、中盤の人皆さん集まりましたか。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ中盤、エントリーリストの順番に、中盤の順番に行きますので、よろしくお願いします。まず春木札、あー、はい、キャラかぶりありましたっけ、ここありましたっけ、キャラかぶりありましたっけ、キャラかぶりある、ここないよね、キャラかぶりある、ないでしょ、ここジャッキーだけだもん、ここだけでしょ、お尻だけだね、あー、パチモンとあれか、パチモン
八本勝ち抜くか。あ、いるわ。どこ？あ、そうそう。あきらも、あきらも4つ。ここだけ。あ、はい、ちょっと訂正します。シングルの同キャラチームは予選の同じブロックに当たらないように抽選を行いますので、先にシングルでキャラが被っているチームから抽選を行います。なのでアキラチームですね、ガチムチとパチモンが先に抽選する形になりますので、アキラだけです。はい、じゃあ、ガチムチ発局拳から抽選いきましょう。じゃあ僕、島民から認めた男、20番、13ブロック。はい、じゃあパチボン、3番。はい、4チームブロックですね、14ブロック。はい、じゃあ上から順番にいきます。じゃあまず新国札、旬チーム、フード、ブルハ、ケースター、板橋三月、シュー。さあ注目チーム、さあ2番、いきなり入ってきました。4チームブロックは負けたら後がありません。さあ次 F アタック、ナメネコ、チェムル、ドラゴンウルフ、ヒデオ、ゴリラ、カゲスケ。ウルフチームは9番はどこですか。9ブロック、はい、9ブロックです。じゃあ次サラチーム、ニューヨークニャンキース、ミサキチ、プヨ、シーちゃん、メメクラゲ、ケイツ。はい、ニューヨークニャンキースいますか。抽選ですよ、来てください。はい、美咲氏が来ます。はい、21番。さあガチムチ発狂拳とニューヨークニャンキース入ってきました。早くもぶつかってます。はい、じゃあ次、さあ来ました、高嵐、横綱審議委員会、栗田、薄着のお兄さん、ヤシ、家臣、ユージ。さあお兄さんの抽選。さあ高嵐、嫌われ者の高嵐は17番。さあ17番、12ブロック。さあ旬チームは胸をなで下ろしておりますはい、次じゃあベネッサ学園、青高、小餅ぐらい、鮫島、カベゴン、カルチカ。はい、5番。さあ8ブロックですね。はい、はい、次じゃあアイリンチーム、遠心力、エンビ、マイチ、ケンタロウ、シシャモ、キヨナ。さあ誰が引く。はい、エンビが。はい、11番。11番どこだ。11番、10ブロック、まだ入ってません。さあ待ち構える形になりましたね。さあ続きまして、ブレンドチーム、イデア牧場、プラス2、アバレウマ、イノマル、ハレーチルグ、オズモ。さあ濃いチームがどこに入りますか。はい、7番は8ブロック、ベネッサ学園と。ベネッサ学園入りました。はい、さあ来ました、次ラウチーム、五個将軍、越後、ゴルゴンゾーラ、人造人間、ユーテンジラウ、ワサコン。さあユーテンジが引きます。さあユーテンジ何番、このラウチームも注目ですよこれ。さあ13番。さあ遠心力とぶつかりました。これは面白い。さあ次注目、ジェフリーチーム、ヨドリバ、ジャッキー、マグナム、サトヤン、セルフマン、チビ太郎。さあチビ太郎が引きます。さあ大学生、
はい、ジェフリーチームは12番、これは入った入った。さあ遠心力ジェフリーチーム、五個将軍と、さあこれは面白いですね。入りましたジェフリーチーム真ん中に。はい、じゃあ東京ヘッド、あ、もう引いてます池澤さん、早いですね東京ヘッド。さあ池澤さんが19番。さあ横綱審議会、これはひどい。無慈悲な抽選。はい、じゃあ次こちらもここ インバ部屋。さあ高原三枚を擁してるサム毒ガス王子栗太郎、人影よ謎の高原三枚。16番、ここは空いてます。11ブロック、これで全部のブロックが一通り入ってますね。はい、続きましてファンタジスタドライブ、スーパーガン兄さん、マメサラ 438Z、 爆弾ミラージュノリさん438。さあノリが効きます。10番、ウルフチームがいます。 F アタック、さあどっかでよしって声が聞こえました。失礼極まりない。はい、続きまして東北バラエティー、達也、まごっちゃん、わげ、ちょうもっこりおちゃん、ガチパン。はい、6番、8ブロックですかね。さあ8ブロック埋まりました。ベネッサ学園、東北バラエティー、イデア牧場プラス2。まあ、これはこれで面白い、どこにもチャンスがありそうなブロックですね。はい、ミッシュマッシュ、ミッシュマッシュ、パーピン、グレイ、クマ、シズオ、ユウ。22番、さあ入りました。13ブロック、ガチムチ、ニューヨークヤンキース、ミッシュマッシュ。これはこれもこれで全員が喜んでます。さあ続きましてカルラキル、タモさん、岡旦那、アナゴ、シェンロン、エビ。18番、さあ横綱審議会カルラキル東京ヘッド、12ブロック決まりました。これはまだ残っているのもありますよ。さあ先に最年長お遊戯ジジイ、新橋組の滝、ケンラズ、ランブラー、熱車バイマーキラー、神楽坂ウルフ。さあ神楽坂ウルフが来ます。1番、さあ旬チームからありがとうございますという声が。さあバラエティ枠、おっぱいが酸っぱい、空調、マスク、交流、花びれ、リュータ。さあバラエティ枠、さあバラエティコーナー14番。さあインバとおっぱい、まだ空いてます。ソーククラブ、ブラッドチーム、ドンパッチ、チノブラッド、ジュニア、羊、ミスター X。 さあドンパッチが引きます。ドンパッチ4番、さあ